ありがとうございます。さっき話してた話が、あるっていうことにフォーカスする。今あることにフォーカスするっていうこと。今あることに気づいたり、その あるっていうのはその感謝できることとか、幸せとかっていうことに気がつくっていうことが、こうただ目の前にある景色が自分に幸せを感じているっていうことに、なんか大切だよねみたいな話をしてました。で、なんかその、今あることっていうことにフォーカスをして、その感謝を感じる、幸せを感じるっていうことが、なんかその、もし、なんだろう、できないときに、その、できなかったり、むしろないっていうことにフォーカスをしたりとかっていうことをするときに、あるいは、間違いない、今あることにフォーカスをしなくて、当たり前で感謝をしなくなったときにって言うのかな、ときに、なんかその、ないっていうことを、なんかこう、体験させられちゃうんじゃないか。で、だとしたら、今あることに感謝とかっていうのは、そもそもいつもできていたり、その幸せに気づけたりとかしてれば、ずっとそこの世界にいられる可能性があるよね、みたいなことを、まあ話したくて、さっきの動画を撮りました。で、まあその動画を、動画じゃない、私のこう聞いているのを受けて、なんかちなみがこう感じてくれたことがあって、それはなんかすごくハートインプルスパークとしても、すごいこう伝えたいことの一つな気がしたから、ぜひ話してもらいたい。思いました。聞いててね、若干なんて話したかなって思っているんだけど、そもそも、例えばさっき、美咲さんは地球テーマパークっていうのはもう戦争という言葉を使うのならば、もう戦争というものがない世界っていうふうにご表現したときに、はい、なんて言ったの？あのね、こういったことじゃないかなと思うんだけど、その私が普段からその地球テーマパークのことをこう結構は初めの方からね言ってる時に、地球テーマパークの人ってこんな人だと思うんです、とか、その私たちって平和っていう言葉あえて使わないんです。なんで自分たちが地球テーマパークの住人ですでにそうであったとしたら、平和？そんな言葉なんかすごい昔にあったって聞いてますみたいなイメージ、なんか平和とかっていう概念をその戦争に対比させた意味として使われることがすごく多いけど、そもそもそういった意味での平和っていう言葉を使う必要もないから、概念すらない。もちろん戦争って概念は、まあ、歴史の教科書でもしかしたら知ってる人もいるかもしれないけど、今自分たちのってなった時に、まあ、知らない。でもその平和である世界でのその生活の中でいろんなこう幸せや感謝っていうのを感じたりとか、満たされているっていう心はすごく豊かな人たちみたいなことはあると思うんだよね。なんかそんなようなことをさっきちなみが言ってくれた感じがしたけど、どう？なんかこう自分の言ったニュアンスとかさ、もっと伝えたいことがあったんだとかさ、あれば聞きたい。だからその戦争とか平和っていうことに、そもそもこう今この段階でその地球テーマパークっていう活動をするにあたって、そこにもフォーカスをする必要がそもそもないみたいな
ようなことをなんか言ってくれていたような気がする。ことを言ったような今を生きてるんだよね。ね、いや本当その通りだと思います。ありがたい。 OK、 じゃあこの動画もここで終わりです。ありがとうございます。